皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は長野駅から信濃鉄道直通の小諸行きに乗車しています。JR 線は松本方面へ向かいますが、この信濃鉄道は上田方面へ。夕方の帰宅時間帯、上田方面の信濃鉄道線はここからも乗車があります。ドアが閉まります。ご注意ください。列車は千曲川を渡ります。江戸時代から善光寺へ向かう北国街道は、先ほどの信濃や次の社が分岐点として栄えました。この千曲川を渡るルートが整備される前は、社から松代を経由するルートが利用されておりました。そして現在の須坂付近から千曲川を渡るのです。これはこの信濃へ向かってしまうと、途中犀川を再び渡る必要があったためです。社高校前は2001年に信濃鉄道が開業した駅です。駅の乗車は967人です。乗降ともにこの時間では多く、車内の混雑が続いています。社は千曲川の水運と街道が交わる要衝の宿場町として発展しました。明治維新後は換金作物として綿花が栽培されます。そして生糸の輸出が盛んになると、養蚕そして生糸を製造し、ここから信越本線で高崎方面へ輸送することになります。到着したのは社駅です。この広い構内は長野電鉄社線の廃線跡です。加藤鉄道としてこの社から木島までを結び、須坂で製造した生糸をこの信越本線で高崎方面へ結んでいたのです。その後2012年、長野電鉄社線が廃線となります。長野電鉄はこの社駅で車両の点検整備を行っていたのですが、現在ではこの設備を利用して長野電鉄の子会社が信濃鉄道の車両の整備を実施しています。駅の乗車は170人。国鉄時代はこの連絡線を使って上野駅から長野電鉄の湯田中駅まで急行滋賀号が運転されていました。その後特急浅間号が後を引き継ぎましたが、乗り入れは終了するのです。列車は千曲駅に到着。2008年に信濃鉄道が開業、20年以上誘致が行われた駅です。駅の乗車は497人です。次は戸村です。この115系の特徴はモーター付きの運転台、クモマ115が初期に製造されたことです。勾配線区およびローカル線区の短編性にも対応ができました。主電動機は定格出力 120kW の MT54 です。走行機器は113
車は戸倉駅に到着します。1912年に関節鉄道の駅として開業しました。駅の東側には貨物駅として採石場へ向かう引き込み線がありました。信濃鉄道へ移管後はこの引き込み線も留置線として活用がされています。駅の乗車は1110人。ここでは多くの下車がありました。1月の長野県はとても気温が低く、高校生の服装も防寒対策がバッチリです。ドアが閉まります。ご注意ください。信濃鉄道の車両はこの戸倉駅が車両基地として集まり、車検にあたる全般検査は先ほどの八代駅の工場で実施しています。日没の信濃鉄道線です。車内は帰宅の高校生でにぎわっております。戸倉駅から川を挟んだ向かい側には戸倉山田温泉があります。戸倉村は宿場町でありましたが、関節鉄道の戸倉駅は開設されませんでした。次の榊駅は駅ができるのですが、これを危惧し温泉を掘削し戸倉上山田温泉ができたのでした。榊駅は信濃鉄道と JR 貨物の駅です。駅の乗車は789人です。ドアが閉まります。ご注意ください。駅の向かいに見えるのはエネオスの北進輸送所の荷役設備です。輸送所とは一時的に石油を貯蔵する施設で、横浜の根岸の製油所から石油列車でここまで運びます。そしてタンクローリーに乗せて長野のガソリンスタンドへ運ぶのです。またこの駅には国鉄時代から活躍し信濃鉄道へ転属した169系電車が展示されています。次はテクノ榊、テクノ榊です。駆け込み乗車は危険ですのでおやめください。 The next station is テクノ榊。まもなくテクノ榊、テクノ榊です。降り口は左側です。どうするのもあったテクノ榊。榊町の歴史は北国街道の榊宿が置かれ、江戸時代は天領となりました。その後信越本線の榊駅が開業します。1941年には宮のヤスリ工場の誘致が実り、その後は航空機通信機部品の製造が始まります。そして自動車部品の関連業へシフトしていくこととなります。このテクノ榊駅は
1999年、信濃鉄道で初めての新駅です。駅の乗車は455人、隣接する榊テクノセンターに由来します。次は西上田です。The next station is 西上田。次の西上田駅は信濃鉄道と JR 貨物の駅です。国鉄時代から川崎の製油所から西上田の日本オイルターミナル西上田営業所へタンク貨物の輸送が行われていました。2011年に日本オイルターミナルの営業が終了し、貨物扱いは休止しています。また西側のセメント包装所へのセメント輸送も行われていました。JR 貨物は信濃鉄道の篠ノ井駅から西上田駅まで線路を借りて運行する第二種事業者となっています。この信越本線は生糸の輸送から始まり、工業製品の輸送と貨物輸送でも海側と内陸を結ぶ大きな役割を持っていたのです。西上田駅の乗車は874人です。ドアが開きます。ご注意ください。正面に見えてきたのは上田電鉄線です。この上田市は東急電鉄の実質的創業者の後藤啓太氏が製糸業で業績不振だった父を説得して長野県尋常中学校上田志向へ入学した地です。現在の青木村の自宅から2時間歩いて学校へ通いました。その後、郷里に何か事業を残したいと考えます。1958年、現在の上田交通へ融資を行い、東急グループの傘下となりました。ドアが開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。それでは今回はこの辺で、次回またお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。